はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はガチャを引いていきます。こちらのメジャーキャラ第2弾ということで、阿久津、清水薫、清水大河が、デビューしましたので、こちらの3キャラがピックアップ祭りということで出現率が上がっています。で、内容としては、初回10連が、SR のイベキャラ出現率2倍で、2回目も SR イベキャラ出現率2倍で、3回目になると PSR のイベキャラ出現率が2倍ということで、SR の確定ではありません。まあでも今回は石の数からして2回引いていこうかなと思ってます。で、一応こちらのね3キャラが、出ていますので、以前出たね、五郎とトシ君と草野、この3キャラも一応ガチャからは排出する形になってますというところなので、じゃあガチャの方へ行きましょう。じゃあプレミアムのこっちですね。まあ SR が出てくれないとちょっと困るんですけれども、最初のここでおっ、グッグッグッポン。これは厳しい。ないね。阿久津、一応 PR が1枚、タイガは R と、こっちは PR のタイガ、という感じですね。なんとも厳しい結果になりましたので、2回目もそのまま引いていきましょう。もう、2回目10連いきます。さて、ここでグッグッグー、はい、ポン。おお、赤入ってきたね。これは1枚は入っていると。さてさて、誰かな。カオルちゃんの PR と、お、今度はカオルちゃんの R かな。さあ、どなた、友沢か。最近こういうの多いね。まあ友沢はでもいいかな。今友沢ってプラスいくつだ、ちょっと分かんないですけど、まあとりあえず SR が出て、このピックアップキャラクターは手に入れられなかったですね。てかメジャーキャラ俺弱いな。と、あとですね、今イベントの方で、まあ新戦力を獲得せよということで、まあ、イベントが始まってます。で、パワチャレの方なんですけど、まあ、パワチャレをねやっていってチケットの方をゲットしていく感じにはなるんですけれども、今回のねランキング報酬ですね。ランキング報酬、これはチャレンジで見ればいいのかな。結構ねみんなね走ってるんですよね、パワチャレの全国ランキング。ちなみに今まあもう俺初回の方から飛ばしたんで今319位なんですけど、ね報酬内容がかなり良くなってますね。5000までで、まあ、クオンの SR が手に入って、さらに SR 特選チケットが1枚入ると。でクオンに関してはレベル40まで上げないとさすがにね使い物にならないんで、レベル40で固有ボーナスが発動する人なんで、まあ、もしね使うんだったらレベル40まで上げるのは必須かなというところになります。で変化球からはね自分も少ないんで、まあ、できればクオンは取ってはいきたいので、まあ、ちょっと初回の方で飛ばして、まあ、このままね PSR のクオンが手に入れられればいいんでしょうけど、まあ、試合チケットもだいぶ使っちゃったんで、というかあるものは全て使いました。なんであとはちょっと順位を見つつどこら辺で落ち着こうかなというところになってます。であとねさよならなんだっけ、さよならチャンスっていうのがあるんですけども、全然さよならチャンスとかねないですね。基本ねあの負けないんで、今ね試合数がね73回やって73勝で1回も負けてません。てかもう基本負けないんで、あのさよならチャンスとか何回かな、何回かはなりましたね。1回か2回くらいはねやった記憶があります。なのでまああのこのまま突っ走っていければいいところですけれども、年末でね、みんなどれくらい追い込みをかけてくるかといったところですね。で、チケットの方があるのでちょっとこっちの方も使っていきましょう。チケット、PR ガチャチケットが5枚でしょ。で SR 関係はねちょっとなくて、特選チケットが2枚と R の特選チケットが
5枚で PR の特選チケットが6枚で SR の特選チケットが1枚あるんで、まあ、上から順番に使っていきますか。まずは PR、 そうか、これはイベキャラボックスがいっぱいだから開けないといけないんだね、例によって。じゃあちょっと整理をしていきます。はい、じゃあボックスの方をちょっと整理してきたので引いていきましょう。多分大丈夫かな。一応ボックスもね10個拡張しました。じゃあまずは PR のガチャチケットから5枚一気にいきましょう。どれかでね SR 出てくれると嬉しいんだけど出ないね。カッキンと、まあ、ここら辺はもう完全に上限解放用の素材ですね。てか初かい水鳥。サイガーが出たのはいいな。サイガーはね今プラス3なんすよね。あとは普通の特選チケット、これって何？Nキャラとかも出んの？ポンって終わりそう。ポンってキラーンは出たの。あー PN が出てね。 PN がで、あとは R 特選チケット、これが5枚と。ここら辺の演出がよくわからないな。赤背景だけの場合は出ないのか。 VGM プラス赤背景の時は SR が来ると。イヌキね、イヌキの SR ほんと欲しいんだよねまんべんなく出たな各1枚ずつ R が出たね。で、PR と、プレミアムレア以上だからね、ここで1枚出てくれるとすごい嬉しい。うん特に何にもないね。ソフトカラスマ、まあこんなもんか。さてさてさて、じゃあ最後の SR 特選チケットに行きましょう。この中で行くとやっぱり犬木ですかね。欲しいのは犬木の SR が出てくれるとすごいありがたいんですけれども、どうでしょう。さてこれ金の玉だよねなんで金の玉から出んの。おお、天城くん、天城くんは精神キャラなんで、カオルちゃんが出なかったからね精神キャラの、天城くんが出ましたというところで、チケットも使い果たしたので、ガチャはこれで終了ですね。まあ、あとは12月31日まではとかガチャか、で1月1日ですね、新戦力を獲得せよは1月1日の23時まで。で、ガチャの方が12月31日までになってるんで、また1月1日になるとお年玉ガチャ的なのが来るのかな。でもそうするとクリスマスの流れから来るとミコアオイとかなんですよね。ミコキャラもね別にいらないんで、まあ、ちょっと、どういったところになるのかは確認して、まあ、SR 確定で引く価値があったらまたお正月ガチャ的なのも引いていこうと思います。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。